皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。こちらはですね、ターセリエス12ヶ月点検です。はい、距離は4000キロぐらいの走行なので、はい、距離で交換するものっていっぱいあるんですけど、まあ、一応ね点検ですから、とりあえずエアクリーナー見ていきましょう。はい、まあ、走行距離云々は別として、あ、これエアクリーナーね、結構ね、結構こう短いんですよ、交換サイクル書いてあるんですよ。でこれ走る場所によるんじゃないかと思うんですよね。だから距離走ってるから交換するっていうよりも、汚れてるから交換すると、そういうことじゃないですか。これ透明だといいですね、見やすくて。ダメですね、目に見て分かる、汚れ、汚れてくるの。これを自分でやってるならいいんですよ、ね、自分で開けて、で見ると、で、あ、汚れてるかな、あ、汚れてるな、じゃあ交換しようって。で全然自分では何も見ないとなってしまうと、やっぱりそうやって定期的にですね、1年に1回とかですね、お店に持ってってお金かかりますけど、でもまあお金かかるけれども、しょうがないです。オープン。ああ、綺麗。交換する必要は全然ないじゃないですか。ね、これだったらね。全然ですよ。汚れてないですよ。汚れてないとは言い切れない。綺麗ですよ。ほら、ね、綺麗でしょ。まあ、ちょっとこの辺とか、まあ、よく、この辺ですかね。多少汚れてますよ、全然。もう交換しなきゃいけないっていうようなあれからは程遠いですからね。はい、また1年後ですかね。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、どうも。はい。はい。はい、お疲れ様です。どうも。ありがとうございました。キムコ、ちょっとね。音がブレーキのねあれでちょっと、はい、一応相談したところ、じゃあ交換してくれ、サービスの方の交換してくださいっていうことだったんで、はい、交換です。あとブリードチューブ、後ろにあのエアクブローバイとか書いてきて、でエアクリーナーボックスに返してるんですけど、水と水分とか、あと油ですよね、それが溜まる部分があるんですが、そこの部分をたまに透明なんで見ると、あ、なんか溜まってるなってわかると思うんですけど、一番最初が一番出ますかね、新車でね、最初出てないですね、あんまり、まあ、どの車種もついてると思います。はい、それは日本だろうが何だろう関係ないですよね。とりあえずこのブリードスクリューを、ブリードスクリューブリーザーチューブ、ブリーザーチューブ抜いて、ちょっとね、何も出ない、溜まってないです。最初は出たんだよな。最初は結構出るんですよ。溜まるんですよ。しばらくするとね、あれなんですかね。よっ、ああ硬い。あれ。よいしょ。でこれ問題ないから、でそのまま戻すと。中軽く拭いて。そんなね、ほこり、周りに畑があるとか、ね、土ぼこりがいつも立ってるとか、そういうところを走るとやっぱり汚れ早いじゃないかと思いますけどね。でキムコのあれだと何千キロですかね、5000キロに1回交換になってますかね、大体1万キロとかね、日本のメーカーだと。これおそらく場所なんかあるんじゃないかと思うんですよ。一方ね、やっぱり
買えなくていいものは買えなくていいと思うんですけど、これ例えばそれがオイルとかだったら変えた方がいいっていうのいっぱいありますんで、早めにね。まあキムコの場合は2000キロとかね、 GP に至ったら1000キロって言ってますから。でもこれ一方ですね、本田さんとかは、私真面目な話してますよね、こんなこと話してていいんですか。ダメですよね、ダメですよね。面白くない。本田さんとかはなんか5000キロだか6000キロ1年に1回って書いてあるんですけど、あれそれ守ろうとするとやばいみたいですよ。まずオイルが減る減りますよ、うん、あの PCX とかやっぱりそういうことになってるらしいんですけど、水冷エンジンのやつとかね、変えた方がいいですよって私が言ってもね、はって言われるかもしれないですけど、何稼ごうとしてんのとか、メーカーがそう言ってんだからいいんだよメーカーがってね、言う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、出てくるオイルがね、まず5000キロとか乗ってるともうほとんど入っつかない、まだ減っちゃってる。あと出てくるのが本当にもうドロッとした、うわなんだこの汚いの汚れ、なんかもう汚れでもうなんかオイルっぽくないオイルはっていうのが出てきたりする。ジャイロなんかそうじゃない PCX もそうやってました。で PCX は基本的にほとんど整備に来ないって言ってましたね、壊れないって言ってましたよ、うん、台数かなり販売してるけど、もうオイル交換には見えるけどそれ以外のことはもうまずない、それぐらい優秀みたいです。どうなんですか PCX 乗ってる方ね、タイヤが減らないとかね OK ですね。で一応ドライブ系図も見ましょうよ、ね、そういえばおっしゃってましたよね、ワイツさんもね、言っちゃっていいんですか、ワイズファクトリーあるんですよねあるんですよねって言っちゃいけないです、ありますよね横浜、そっちの方に行くことがあったら店の前だけは通ってみたい、カメラで撮りながら、おここかっつって寄らない、もちろんとんでもないかって言われそうだな、誰って何しに来たのって、なん用もないのに来るんだ、そこまで言わないですかね。でいいんですけど、やっぱねドライブケースはちょっと 見たい距離とかね、うん、まあ4000キロなんでまず見なくて大丈夫だと思うんですよ、ドライブ見ない方がいいですかね、うん、でも1年だからな、逆に1年経ってるっていうことで見た方がいい、距離がでも4000キロか、やらなければほらその分私お金もらわないですから、やっちゃうと開けちゃうとやっぱりお金もらうことになりますから、そのあたりなんですよね。でもサイクル点検だと5000キロで点検になったんですよね、確かね5000キロで点検、で点検で2万キロで交換なんですよ、ドライブはね、まあ見た方がいいな、見た方がいい。オイル交換この車両に関してはうち昔の最初の時の価格ですからめちゃくちゃ安いんですよと私は思って、自分では本当ですよ、工賃だけだったとしてもその金額じゃできないぐらいの金額で、はい、でもね売れなかったそういうもんじゃないんですよ、金額じゃないんですよ、安ければ売れるとかね、とんでもない話ですよ、うん、それよりもきっちりやる、値段はちゃんとしててきっちりやる、それですよ、うん、やっぱりね安いってのダメ思いますね、安かろうなんだろうってね、安ければ安いんだからいいでしょっていうのはやっぱダメです、安かり安いからいっぱい買ってくださいみたいなもん、最近そんなことを思う、いや前から思ってましたけど、でもやっちゃついね、安く、あ汚いじゃないですかフィルタードライブのところに入ってるフィルターが汚いから、これ掃除やっぱり開けてよかったですね、外してね、これねこれ外しましょう、汚い、あ見えないですか、もしかして見えない、汚いとか言って本当は汚くないんじゃないかなんて言われたらまずいですからね、あ汚いですねなんつって交換しましょうなんて見えないところでね、これが汚い、ね、ドライブの中に空気入れる冷却するためのものですよ、フィルターがないとね全部入っちゃいますからね、硬い8ミリ、
ちゃんとキムコって入ってますよ、ドライブケース。アルミですよ。当たり前ですか。レーシングS用の樹脂のやつ出てますよね、構想かなんかからね。ドライブケースね。軽くするっていうね。軽い方が、まあいいですもんね。これはちょっと、外れんのかな？外して、あ、外れない？どうなってるんですかね。まあエアーでちょっとこれ掃除して、はい、やりましょうね。はい。そしてこれもとりあえず、まあ、せっかくなんで、外し、せっかくって変ですけど、外して、点検しましょう。ね。やっぱり、した方がいいですよ。で、もしね、あれだったらご自分でやられる。それがいいですよ。うん。そうすればお金かからないので。基本的に作ってるところが一緒なのか、こういうのってみんな一緒ですよね。外すとこういったボルトでここにゴムのね水が入らないようになると思うんですけど、1年経ってるけど全然大丈夫ですか。これなんかね、あのものによってはなんかこのゴムのとこボロボロでね、みすぼらしいのありますよね。大丈夫、そうなったら交換するしかないですね。ほっとくと水入ってるし。少しでも。ただこれが外れるんですよ。簡単に外れない。全部外してますよね。ネジ挟んで一生懸命ね、外れねえ、外れねえっつって、ね。1年経ったターセリーのドライブ。ああ、ここ外れないよ。ここが噛んでんの。ここら辺にピンが入ってますね。あ、どんな感じなんだ。あれ。出た。よし。なんかサビが出てるよ。あんまりね。なんか溶接のところが錆びてるな、クラッチのアウターの、うん、あ、でも、なんだこれ、紙ちょっと見ましょうよ、どんな塩梅なんですか。ベルトはまあね、さすがに問題ないですよね。メイドインジャパン、あれ日本製のベルトついてる。メイドインジャパンだ。車両は中国製なんですけど、ベルト中国製じゃないんだ。さすがだ。さすがそこはね。三つ星かな。どこだろう。はい。ちょっと回して。重いな。あ、三つ星。うん、三つ星。三つ星キムコ。三つ星キムコ。ちゃんとキムコってロゴも入ってます。三つ星の、メイドインジャパンタイプ。日本製です。キムコ GY6 ですよ。やっぱり、この、クラッチのね、アウター。とりあえずベルト大丈夫。このなんと汚れ、何の汚れだろうな。プーリーとかも全然、うん、いわゆる、これなんだろうな。なんか汚れ、少し汚れがあるからそれは拭き取りましょう。ね。最初からなのかな。新車の時は上げてないから、新車の時はどうなのかっていうのはちょっとね、わからない。っていうのもあるんですよ、もちろんね、うん、さすがにこれは外さなくていいですね。4000キロぐらいじゃ、いわゆるこう中が、まあ、汚いっていう本人も徒にもなっていない。カスもほとんど溜まっていない。いいですね、はい。
そしたら戻して、こっちも別にそんなに汚れてないし、まあ、気持ちついてるだけですね。週末にしかね、お乗りになられてないみたいですね。こんな感じですよ。そういえばうちはあのタンセリーはですね、あの新車2台なんですよ。1年ちょっとやって2台、中古が1台だから、あ、新車1台だ、これだけですかね。そうだ、なぜかというともう1台は新車じゃないんですよ。うちの試乗車だったから、はい、で中古でそれを販売しちゃったので、なので、いや、新車1台しか、あ、まだ1台しか買ってないですね、タンセリーね。私ターセリーをこれ気に入って買った、で最初中古、まあ、最初じゃないけど、このターセリーがきっかけでキムコの販売になってるもんですから。でも実際は売れてないんですね。なんてこった。振り返ってみると、ちょっとこの、あのノックピンっていうんですか、ここに油のとこ錆、やっぱり錆びてくるから、うん、抜けなくなっちゃいましたね。いいじゃないですか、ね、どれぐらい走ったらどういう状態になっていくのかっていうのがちょっと、やっぱりね、あのホンダの車バイク作ってましたからね、いいですよね。ベルトはやっぱり日本製使うんですね。中国製じゃないの。三つ星。メイドインジャパンだよ。パッケージがメイドインチャイナだったら困っちゃうぞ。タッチオンもしてね。ちょっともう買ったことないじゃないの、これは。どこなんですかね。でもパッケージはメイドインチャイナって書いてあって、あの中開けたらメイドインジャパンで入ってたらね。あるんですよ。あのダウンタウンとか、あの古いダウンタウンあるじゃないですか。あれはステムペアリングとかね、交換させてもらったことあるんですけど、あとやらせていただいた時に開けたら日本製のベアリングがついてる。でも注文した新しいやつは台湾製のベアリングだ。メーカーが違うんですよ。ノックかなんかですかね。どこでしたっけ、ベアリング、ね、NTN か NTN かなんかなんですよ。日本製のがついてね、で日本製のがねダメになっちゃってね、今度は台湾製ですよ。日本製のを使っていたりする。新車種だけとかそんなことはないですよね。どういうあれなのか、その辺を聞きたい、知りたい、教えてくれないかな。でね、あの結構あるんですけど、ね、こう中国製だとね、例えば中国製だと、あ、中国製ですからとかね、あのそういうことをたまに聞くの。まあ中国製ですからねなんて。じゃあこれ台湾製だったら、台湾製ですからねっていうのか、じゃあ日本製だったらね、いや日本製なんて、いや日本製といっても今はねとか、結局何かしらなる。日本製といってもつって、部品は日本製じゃないんでねとか。さあ、そうね、エアを使いますからね、音がしますよ。きれいにしました、はい、コンプレッサー回っちゃってるんでね、はい、そこはカットということで、ね、きれいに、はい、させていただきました。そしてまた戻すんです、ここにね戻します。
これは私の勝手なあれですが、こういうのやっぱ汚れてましたよね。そのままずっとやっぱこういうのこう掃除してっていうのがこう最終的にね、いろんな意味で長い目で見るといろんなところに影響してくるのかなって感じがするんですけど、どうですか。別にここ汚れ詰まってたって別に関係ないでしょって。でもそうすると冷却が悪くなりますよね。ドライブケースの中に空気が入らなくなる。冷却が悪くなるとベルトや他のそういう部分に負担かかってくるっていうことを考えると、やっぱり掃除するのいいですよね、と私は思うのですが、ぜひね、掃除してください、ね。もし自分でやりたくない、いや、もうお金払いたくないって方ですよ。違います、間違えました。今表現は良くなかった。自分でやりたいっていう人です、自分でいろいろ見てみたい、触ってみたいっていう方、ぜひ自分で掃除してください。はい、語弊のある言い方でしたけどね、お金かけたくないなんてね、そんなことないですよね、お金、これね、重要部分があって、お金かけたいのかそうじゃないのかってことですよ、でもそれだけだったら実際にお金払ってお店にやってもらった方が結局安くつくと思いますっていう感じなんですよね、自分でねこうやるより、やっぱりやるっていうのはやっぱりやりたい人ですよね。やっぱり自分でちょっと触りたいな、ね、掃除とか自分でやりたいな、でそういうのやるといろいろ愛着もね湧きますし、愛車って言いますけどね、その他ね、いろんな、だからやっぱり自分でやるといいことですよね、ほら最近は愛車なんかね、T 社の社長もなんか言ってるじゃないですか、愛車っていうね、その概念っていうか、昔はねよく愛車って言ってました。今はそういうのがねだんだんないっていうかね、でほら自分でいじれないじゃないですか、結局そういう部分もあると思うんですよ。いろいろ物が良くなったっていうのもあるんですけど、何にもいじる必要ないと。でもやっぱりメンテナンスって、でもメンテナンスもね、なんかもう電子制御ばっかりになっちゃってるし、自分でなんかできるとこなんか何もなんかないみたいなね、触んないで、どちらかというと触んないでくださいみたいなね部分が多くなってきてるんで、そういうことを考えるとですね、なかなかね愛着っていうのもね出てこないのかなと。ドライブケース開けるといいですよね。まだ新しいから綺麗にこれ全然開けないで散々2万キロだの3万キロだの走ってるやつは、開けると恐ろしいですよ。なんじゃこりゃっていうこともねちょっとありますからね。さて部品来たんだね。ちょっと部品交換しなきゃいけないけど、部品交換するのにすごく時間がかかるような作業だった。よし、OK、ね、オイル交換もやるわけですね。オイル交換にしましたね。で、あと、やることが、ね、いっぱいあるんですよ、ね、これね、はい、ドライブはどれですか。エンジンでしょ。動力伝達装置ないじゃないですか。駆動ベルトあった。駆動ベルト OK、 駆動ベルト動力伝達装置点検 CVT ベルト OK、ね、これ分岐になってる、分解、これ多分中国語なんだろうな。でもこれは分解とは言わないですよね。清掃だ、 C じゃない、チェックじゃない、 C だ、 C、クラッチシュー、これ問題ないね、なんかね、はい、で、まあ、これをとりあえず見て、まあ、埋めるんですけど、センサー類は普通にエンジンかかって問題なければね、もちろんFI テスターつけて見ますけど、まあ、基本的に、あ、クランクケースブリーザー、これ掃除した、ね、これやるだけなんですよ、あと点火プラグだとエンジンかかって普通にもなければね、距離で一応点検するものですから、これ交換してるんでね、はい、これは12ヶ月点検ですね。12ヶ月点検、はい、その他、いろいろありますけどね、でまあ、要は
エンジンかけて普通にやって問題なければチェック入れるところいっぱいあるんですけど、うん、いわゆる目視点検っていう感じですよね。エアフィルター問題なし、うん、知らないのいっぱいありますよ。活性炭管ってないですか。活性炭管ってあれですか、あのキャニスターですかとか、電動システムフィルターって何ですか。電動システムフィルター PCV 蒸発制御バルブって何ですかとか、制御に関する各エアパイプ、まあこの辺りはね、スロットル本体ですね、スロットル動作性とかはこの辺ね、こう動かして、あ大丈夫ですね、こんな感じじゃないですか、はい、まあ、そんな感じで、点検をやらせていただいております。手紙が来る、手紙が来るんですよね点検してください、点検出してくださいってね、はい、で、あの有料です、はい、皆さん定期点検は有料です、お金がかかります、はい、販売店に持っていくとお金取られます。ですのでそういうもんですからね、まあ、車だって何でもそうだと思うんですけど、なんとかパックとかね、点検パックみたいな販売の時にもう、その先の6ヶ月点検、12ヶ月点検、6ヶ月点検、24ヶ月点検まで入ってるみたいなのもあるじゃないですか、うん、そういうのはだったらまた別ですけど、車とかはそうですよね、ディーラーとかね、うちもだそれ入ってます、コペンは軽トラは入ってないですけど、はい、入ってますよね。なので、まあ、そういうのもある、まあ、とりあえず有料だってことなので、あとはもう自分でもしあれだったら点検していただいてですね、はい、やっていただいてもいいのかなと思いますが、販売店が、あ、自分でやってくださいっていうのも問題ある、それも問題だろうって、いろんなところ、違う部分から叩かれるかもしれないんで、基本的に点検受けてくださいね。じゃあ、点検してください。点検しないと、保証修理の対象外になる可能性があります。ね、お断りする場合があります。点検っていうのは、別にこういうのね、やるっていうのは、オイルが入ってるかなとか、毎日、日常で。乗る前に見るとか、そういうことを言っています、はい、そういうことをやれば何かの時に未然に防げますから、5000キロ出せ2000キロでオイル交換ですから、まあ問題ないと思います。2000キロだったらなくなっちゃうってことはないと思います。でもこれ5000キロって言われてるからって言って5000キロ何にもしない、見もしない、点検もしないで、もし乗ってまあ焼き付かないとは思いますが、オイルはもうほとんどなくなってる状態ですから、そんな状態を繰り返すと良くないですよね。多分2年のは持つと思うんですよ。だって1年に1回でしょ。だって 2回クリアすればいいわけですから。そういうことですよ。わかりました。2年保証なんですよ。そういうことなんだ。キムコがね3年保証やってるから、それやられちゃうと壊れる可能性出てくるんで、やっぱり距離短いの可能性もありますね、うん、でも日本のメーカーね、普通にね、勘ぐっちゃうんですよ。なんか5000キロとか言ってるとね、これなんかあるのかなって。2年過ぎて、そっから先なんか壊れてほしいんじゃないのかなとかね。そんなこと思っちゃったりするんですよ。そんなことないと思うんですけど、いや、うちは大丈夫なんですよ。5000キロで全然問題ないって、1年に1回交換すれば大丈夫なんですよ。っていうことなのかと思うと、抜くとそうでもないんですよ。えっていう感じなんですよ。もしそれを守るんであれば、やっぱり何ヶ月ね、1ヶ月に1回かでもいいですけど、開けてみてね、青色減ってないかな、減ってたら次足すと、やんないとやばいと思うんですよね、うん、PCX は大丈夫だなんてありえないですからね、ジャイロキャノピーなんかすんごい減りますからねびっくりするぐらい減りますよね。で、さくらさんは2000キロに1回交換するって言ってましたかね、ジャイロオイル交換ね。で、プラグは、何千キロって言ってましたかね、に1回必ずやります。3000キロでしたかね、1回やりますっておっしゃってましたから、そうなんですよ。あれだって5000キロに1回だったじゃないかな、オイル交換。で、新車みたいなのだから1回購入してね、100何キロしか走ってないやつ。だから、新しければ大丈夫なのかと思ったんですよ。そしたら、減るんですよ。ってぐらい。で、3000キロでね、まあ、やっぱり3000キロとかの方がいいと思いますよ。3000キロで持ってくると、つかないんですよ。新しいのに。減るんですよ。
あれで5000キロなんてとんでもない話ですよ、本当に。オイルほとんど残んないですよ。で最初の1年2年はいいかもしれないですけど、ダメだ、いっぱい走るから月に3000キロぐらい走っちゃうから1年に1回ってわけじゃない、もう距離で管理されちゃいますけど、うん、なんか2年過ぎたら壊れてほしいのかなとかね、勘ぐっちゃいますよね。そんなことないとは思いますけど、メーカーはね、いやもう末永く乗っていただきたい、10年でも20年でもね、やっぱりあの調子のいい状態で乗っていただきたいなって思ってると思いますけど、なんかね、だから販売でみんな言いますよ、やっぱりあいや3000キロでとか2000キロでって交換した方がいいです、それを日本のそういうのを基準にしてしまうと、え何1000キロ、え2000キロっておかしくない、早すぎないですかってなっちゃうんですよ。でも実際そんなことないんですよね。やっぱり長く乗るっていうことに考えると、それをねちゃんと考えてみると、やっぱり早めに交換するっていうのが正しいんじゃないのかな。5000キロはねやばいですよね、本当に本当にやばいですよ、本当入ってないんだもん、抜けちゃうんですもん、てかこれ現実ですから。ただ交換は5000キロでいいけど、点検はちゃんとやって、もし減ってたら足してくださいってことなんでしょうね。まあマニュアルにも書いてあるんだけどね、減っている場合は次出してね、あの基準値のあのラインまで入れてくださいみたいなね。でもやらないでしょ実際、見ないですよね。日常点検されてます皆さんね。定期点検はまあ12ヶ月点検とか出す方もいらっしゃるかもしれないですけど、日常点検やってなかったらやばいっすよ、ね、ということで、ぜひですね点検して乗っていただくと壊れないように、よろしくお願いします。